無常ユガタントラとは、8世紀後半以降に作られた、インド後期密教経典群のチベット仏教における総称。チベット仏教の大学者であるプトゥンが確立した分類法によると、密教経典は以下の4つに分類される。無常ユガタントラは、このように最後の究極的な経典群として位置づけられる。この4分節は、チベット仏教の4大宗派のうち、新薬派であるゲルク派、サキャ派、カギュ派において受用されている。一方、旧薬派であるニンマ派では、九条経板の教義による独自の分類法が行われる。無常ユガタントラは、以下のように、父タントラ、母タントラ、総入り富士タントラの3つに分類される。父タントラは、方便を、母タントラは、知恵を表すものとされる。また、ここに挙げた無常ユガタントラの経典は、その勘定だけでも2日間から7日間かかり、最終期の自輪タントラを除くすべてのタントラが、勘定の参加人数を25人以下と定めているのも、その特徴の一つである。なお、参加人数が25人を超えた場合には、その勘定とタントラに付随するすべての教えが無効となる。プトゥンは、自輪タントラを、富士タントラに分類したが、ゲルク派では、バジュラバイラバを富士タントラとする見解もあり、また、開祖であるツォンカッパは、自輪タントラを母タントラとしている。サキャ派は、ヘバジュラを富士タントラに位置づけている。金剛界五仏の一仏である、アシュク如来は、中期密教まで東方に置かれていたが、後期密教では、大日如来にとって代わり、秘密集会聖者流のアシュク32尊曼荼羅では中心を占めるようになった。この他にも本諸仏として、法身普賢、金剛サッタ、持金剛などが崇敬された。また、各タントラ経典の内容や、生理的用語を象徴化した、密集金剛、大威徳金剛、古金剛、小楽金剛、自輪金剛、さらに、利修行に説かれた大楽と空性に、マハームドラーをはじめとする4院の成就を結合させた、ミコト格の五秘密尊における発展型となる、大幻化金剛といった、憤怒性の喚起物が、チベット密教の各宗派における教義や僧侶たちの手法等の根本を支える、守護尊として尊ばれた。これらは、仏像、曼荼羅、短歌等における美術などでも、よく題材にされる。チベット密教では、以下のように、五大金剛法が成立した。チベット仏教最高の学僧であるプトゥンは、自輪タントラを経典の頂点に位置づけた。しかし、弟子のレンダワは、イスラームの影響を受けた自輪タントラを仏陀の教えではないと主張した。その弟子、つまり、プトゥンから見て、孫弟子にあたり、チベット仏教で最も巧妙な僧であり、また、最大宗派ゲルク派の祖であるツォンカパもまた、自輪タントラを高く評価しなかった。彼は、秘密集会タントラを最高の密教経典と評価し、密教に関する著作のほとんどをこの経典の注釈のために費やしている。仏教は、そもそもインド征服集団である、アーリア人が持ち込んだベーダを報じる、司祭階級バラモンを中心とした、いわゆるバラモン教に対するカウンターの一つとして、クシャトリア階級の自由思想家の一人である、ゴータマによって起こされた宗教であり、両者は潜在的な対立関係にあった。仏教教団は、マウリア朝からクシャーナ朝にかけて国家の庇護を受け、隆盛を誇る。その文化は続くグプタ朝においても花開くが、一方で、この頃形としてまとまった、マハーバーラタ、ラーマーヤナなどを契機として、民間伝承を取り込んだ庶民的な宗教として生まれ変わったバラモン教、すなわちヒンドゥー教が台頭してくることになる。こうして出家者中心の理論的、瞑想的な仏教が一般庶民の求心力を失っていくのとは対照的にヒンドゥー教が勢力を広げることになり、かつての関係、立場は逆転する。この状況に、危機感を募らせた仏教側のリアクションとして5世紀頃から登場したのがヒンドゥー教的要素を積極的に取り込み壮大な神々の体系と儀礼、呪術、超能力、動的な身体、象徴操作、現世利益などを備えたいわゆる密教である。その体系は徐々にまとめられ、7世紀に大日経、金剛頂行が成立するに至り、一応の完成を見る。これが日本にも真言宗として伝わっている中期、密教である。しかし、インド仏教界はこれに飽き足らず、さらなるヒンドゥー教への対抗、庶民に対する訴求力、求心力の維持、強化、そして仏との合一手段探求、強化の一手として、聖都、チャクラにより一層深く踏み込んでいくことになる。こうして生み出されたのが、後に、無常をユガタントラと総称されることになる後期、密教経典群である。玄華網タントラや大玄華網タントラが登場したのを皮切りに、8世紀後半には、ブッダは一切の如来たちのみ、5、心の源泉たる、諸々の金剛助因に従したモータという衝撃的な文言から始まる秘密集会タントラが成立し、11世紀の自輪タントラに至るまで様々な経典が作られ、それに基づいて性的ヨーガが実践されてきた。性行為は初期仏教以来の戒律と真っ向から衝突するため、僧院においてはあくまでも感想として身体、思考操作を駆使してその状態を再現するという伝統の立場に立つ無常ユガタントラの各種のサンマヤ界に基づく解釈、思考がなされた。しかし、最終的な解決を見ないまま、12世紀末から13世紀初頭にかけてイスラーム王朝であるゴール・アサによる北インド侵攻によって、ナーランダー大僧院、ビクラマシーラ大僧院といったインド仏教拠点が次々と破壊され、インド仏教はその歴史を閉じることになり、その課題は後継であるチベット仏教に残されることになる。後期密教における性的ヨガの扱いは、後期インド仏教、そしてチベット仏教においては、大きな課題であった。特に、性的な節制を要求する、初期仏教以来の戒律と衝突する点が、大きな問題であった。とはいえ、インドの密教が、至上の教えと信じられていた当時は、まだ無常ユガタントラの教えや、密教の戒律である、サンマヤ界の苦伝は、十分に理解されておらず、後期インド仏教における数々の課題を受け継いだままであり、女性パートナーを伴う性的ヨーガがしばしば行われていた。チベット仏教の復興者であり、顕密統合思考であった、ビクラマシーラ大僧院出身のインド僧、アティーシャの考えを継承し、顕教と密教、戒律と性的ヨーガを体系化したツォンカパは、性的ヨーガの有効性を認めつつも、その実践を事実上禁止しあくまで感想でのみ、行うよう求めた。彼を祖とするゲルク派は、僧侶の基本である具足戒をはじめとする数多くの厳しい戒律を持ち、また、出家として、生涯独身を貫く精神さを保つことで、多くのチベット人の支持を得たために、モンゴルへの布教も成功し、チベット仏教の最大宗派と成長した。ニンマ派やサキャ派、カギュ派等の三大宗派もこれに倣って、僧院を中心とする組織化を充実させることに成功し、現在に至る。密教経典を学ぶ際は感情を正しく受けるべきだとされるが、特に無常ユガタントラの場合は、感情と密教の三マヤ界を含む、種々の戒律を受けずに学ぶことは極めて危険とされる。ツォンカッパは感情なしで無常をユガタントラを行っても無意味とし、感情をせずに学ばせたラマと弟子は必ず地獄に落ちると警告している。ありがとうございます。